こんにちは、えー。気になる男の百七十七は思い込みを駆逐せようの、えー、こちら補足動画になりますね。まあですので主には高さに。 向かっってののののメッセージににななりりまますその他の方もも自分に取り入れるるがあるなと思ったらね最後までご覧ください、えっと、今回ね、タカさんのメールの方なんですけども、まあ、新しいコーナーを作ったよっていう連絡がありました。これがですね、億万長者合宿 YouTuber 養成編というものがありますよね。えー、とにかく YouTube に就職してみませんかという、このね、YouTube に就職するという概念、これ実はね、数年前に、インターネットに就職しようという書籍が販売されていたんですけども、これね、7年か8年前だと思うんですよ。 まあいい歌い文句だなと思ったんですよね。インターネットに就職するつまりは採用面接もないし就職のなんかね、えーまあ、書類を書くともないとただインターネットにアクセスしてそこで集客して商品作って販売するただこれを繰り返すだけなんですよねでインターネットに就職するとはどういうことかっていうと世界最強の会社と取引をするっていうことなんですよ 例えば Google とか、ね、YouTube。これだけでももう他の中小企業が裸足で生きるようなね、大会社だと思いますけども、うん、あのこれはね、NHK の立花隆さんも言うんですけども、なるべく大きなところからお金をもらおうと。国とか大企業っていうところね。で、小さなところからはお金をもらわずに逆にそこに分配しましょうってことなんですよね、まあ。そういった概念が結構あるんですけども、私もね、これはね、大筋じゃ同意で、うん、やっぱりこの Google とか YouTube から、 広告収入やそれからスキルノウハウハの無償提供を受けるって形でそここの資源を使ってううと思うんでですよねで億万長者合宿 YouTuber 養成編っていうのに話を戻るとやっぱ YouTube に就職するってものすごく検索としてもね比類なき強さを持ってますしで YouTube はそのシステム自身がテクノロジー自身が私たちが望まなくても勝手にアップデートされるでしょショート動画の世界とかも広がるしそれからなんかね、えー、何でしたっけ ハンドルかかああができたりとかね特にそ YouTube ショートっていうのであの今朝見たらね47万回転してるあの10秒ぐらいの動画私のがあるんですよ。それはね銀行口座の書き込みをしてるところを本当にね何の変哲もないところをただ撮ってそれ上げてるだけなんですけどもそしたらあっという間に再生数が上がって1週間ぐらいでねこれ47万再生とかされてるんですよ。 でこのインパクトは YouTube っていう仕組みがもたらしてくれたもので私は言ってみればねほぼほとんどの人がやってることをただあのスマホで撮ってあげただけなんで特別なことはしてないんですよでも YouTube が特別だから特別なことをしてないことが特別になっていくんですよねこうやって誰もが欲しがるアクセスってのが数十万単位で簡単に手に入るような時代になったわけなんですよ YouTube 以外の なな、うん、なんか取引先は考えられないいなと思いますよねどんな中小企業が頑張ってねうちのアクセスとか広告費用対効果抜群ですって言っても YouTube は無料だし広告効果世界一だし他にいらないよねってことになっちゃうんですよねはいそんな中でねこのタカさんが億万長者合宿の、えー、アリゆーと言ったらいいのかな YouTuber 養成編ってやってくれたのは、ね、なかなか面白い試みだと思いますえっ、ー、とこういうふうに書いてますよね 吉谷さんのコンサルを受け始めた当時2年前の2020年11月にスタートしたということだったんですけどもお金のマインドブロックが強かったと書いてますよねそしてあの当時私とリーレー終わっても多分挫折したんじゃないかなっていうふうに、えー、振り返っていらっしゃいますでも今は何でやるかっていうと多分挫折はないだろうっていうふうなそういうふうな変化が訪れたってことなんでしょうねでこれがだからタカさん自身があの自分の能力が強化されたというふうに自覚した瞬間だったと思うんですよ で、その時のリベンジというのと込みであと自分で自分を洗脳するためにやっぱ YouTube に特化したアウトプットをしていくっていうのはとてもいい選択だったんじゃないですかでそれでよくリサーチされてるのがその億万長者合宿シリーズって他の速華塾の塾生さんもやってるんですよ、まあ、ほとんどの人が挫折しましたけどね例えば底辺 YouTuber 長者合宿とかね中年 YouTuber 長者合宿とかアラフィフ長者合宿とかあったと思いますよく <laughs> 覚えてないですけど多分そんなことあったなと思うんですよ うん、だからそういうのもねちゃんとリサーチして多くの人が挫折したからこそタカさんが挫折しなければ近日を作ることができますだって多くの人が辞めてしまうことを続けることってのはそれで価値を生むわけなんですよまあ長続きする人ってのはいないんですよみんな適当にやっていてねぼーっと暮らしていてねなんか知んないけど一生懸命大事なことをやってるつもりなんだけども、うん、大事なことじゃないとは言わないけどもまあ、無益なことをね積み重ねてるんですよね まあすごく空虚で、えー、残念ながらあ、人生を無駄にし過ごしているとしか思えない。だけども、その人は無駄を過ごすことに意義を感じているなら、もうこれはね、否定することではないんですよ。ただ、客観的に見るとねあ、楽で羨ましいなというところもあるし、これだけ一生懸命に生きないのもいいかもなというようなね、ちょっとね、こう、長小的な、象徴的なね、長小的、嘲笑っていうのは嘲笑うっていう意味なんですけどね、まあ、そんな思いもここに出てくるわけなんですよ。 で、今回最後に、えー、自分も乗っかってみます。いろんな気づきありがとうございました。書いてますけども、まさにね、乗っかるってことなんですよ。うん、おそらくね、タカさんがどれだけね、この YouTube 活動を一生懸命やってても、多分奥さんとか家族が共感することはないでしょう。そればかりか全く YouTube 見られないと思うんですよ。でも全く家族に興味を持たれてない、その YouTube で家族を支えてる現実は誇り高く思っていいんじゃないですか。そもそも自分の仕事の成果なんて誰かに誇るもんではないですし、誰に認められなくても、 結果を出し続けるところに、そのイズムがあるんですよね。俺イズムってやつがね。だから、称賛されないとできないとか、モチベーションが上がらないとできないってことは、そのモチベーションが落ちてきたらできないってことなんですよ。だから、モチベーションを無視。称賛されることを無視。そうではなくて、ただビジネスなんで、結果、お金になるかどうかにこだわってやるだけなんですよね。ということで、億万千代で合宿シリーズはお金になると思いますので、しっかりと続けてもらいたいと思います。補足動画は以上です。ありがとうございました。